はい、こちらね、続きまして、先ほどからね、今回はこのね、マリオカート7のアイテムコレクション、全10種、1つが100円のね、このガチャガチャやったと思うんですけど、こちらの紹介をさせていただくんですけど、このね、以前のこの下のね、マリオカートすべてね、オール1つが、これね、1つ1つが新品未開封で、すべてがね、1個20円で買えたというね、激安商品の紹介をさせていただいて、次はね、こちらの方を紹介させていただいと思います。こちらはね、ワゴンの20円均一の中に1個しかなかったんですよ。もっと欲しかったんですけどね、ひょっとしたらね、もうちょっと探ってみたら、なんかあったかもしれないんですけど、20円均一の時はね、もう大量にね、そのボックスの中に入れるもんなんで、探すのに時間かかるとね、腰が痛くなってくるんですよ。なんかこう、探すのにね、ちょっと姿勢がね、綺麗に保てない状態の販売方法をしてるんで、まあ多分20円やから仕方ないんですけどね。そういうわけでね、あんまり長時間ね、チョイスできないんですよ。で、ひょっとしたらね、これ全種類あったのかもしれないです。他のもね、コンプリートはしてないんですけど、いろんな種類をね、バラバラで買ったんですけど、全部ひょっとしたら、よーく見たらあったのかもしれないです。でね、今回こちらの商品を、紹介させていただきたいと思います。今回はね、このバナナ。これね、僕マリオカートのバナナ好きなんですよ。この目が可愛いんですよね。僕のね、マリオマニアのね、マリオマニア。マリオマニアって勝手に僕が言ってるだけなんですけど、まあこう、マリオ好きな人がね、結構やっぱどのキャラクターが好き言ったら、結構ね、このバナナっていう人結構いますよ。僕の周りにはね。で、こちらがね、発売当初が 下の方なんですけど、2011年の任天堂ね。で、これが全10種の先ほども言った100円。で、これがね、緑コーラ、赤コーラ。ほんで、今回ね、手に入ったバナナ、月桑、キラー、ボム兵、ダッシュキノコ、ほんでね、ファイヤーフラワー、パワフルダッシュキノコ、で、スーパーコノハ。これもね、つなげてキーチェーンみたいな感じでね、一個一個こう、つなげることができるんですけど、僕ね、つなげてキーチェーンあんまり好きじゃないんです。このものは好きなんですよ。これ、こういうふうにね、全部つなげていくっていうのはあんまり好きじゃなくて、毎回やってもね、一個単品で使ってます。それか、この一個ずつをね、まあまあもうちょっと話しながらなるんで言うのやめときますね。これをね、手に入れました。で、こちらもね、たまたまね、僕が調べた、オークションではね、落札の一例がね、調べたこと、時期に対してはもうあんまりなかったんですけど、これもね、一つはちょっと弱いと思うんですよ。一つはね、多分ね、50円から100円やと思うんですけど、同じね。まあ、僕が20円で買ったっていうことに対しては得するんですけど、これをね、そのままどっかで100円で売ってて、はい、ポンと出して得するかと、得することはないです。ただでもね、今回20円で買って、おそらく僕の予想ではオークションではこれ単体で50円から100円にはなると思います。で、こんな感じの、なんかね、実はこんな値段で売ってましたよ、こんな感じであったんですよっていうのをね、ナンバーオタロード周辺のね、周りにはこんなんがありましたっていう動画をね、どんどん上げていきたいと思いますので、私のね、動画を見ていただいて、こういうものがね、またあるかって言ったら、値段も同じ状態かって、そういうわけじゃないんですけど、あ、実はこういうもんもあるんだな。こういう値段もあるんやな、みたいなね。その代わりね、ちょっと探すのはちょこっと苦労しますよ。結構隅のとこにあったりとか、目立たないとこにあったりとかね。そういうとこにあるとき、結構僕そういうとこを見つけてるんですよ。逆にね、店頭の目立つところにはね、なんかなくて、奥の方行ったらあったりとかね。ほんで、まあ、たまたまもうあと3つしか残ってないからね、なんか処分価格でペッペッペッみたいな感じで、日頃はもう400円やけど、もう20円とか50円でいいよみたいなね、そういうのを探して僕よく買ってますので、ある日もあればない日もあります。ほんで、僕が求めてるね、こういう低価格のやつはね、ほとんどない日が多いんですよ。だから僕はね、いつも自転車を使ってね、いろんなところをね、帰りながら、家に帰りながらね、ポイントのお店を、20軒ぐらい回って、それでもね、1個もない時もあればね、すべての店がね、ちょこっとちょこっと安くていいのもあれば、まあ、20軒回ったとして、なんか3軒しかなかったとか、そういうのもあるんですけどね、またそれもね、あったりなかったりも楽しいんですよ。
毎日が毎日ね、あったらね、お金も続かないですし、たとえね、これが20円で安くったとしても、僕ね、1ヶ月で使うお金が結構膨大なんで、やっぱ小さいね、お金でもね、数をこなせば結構なお金になっちゃうんですよ。でね、ない日もない日でね、別に僕にとっては苦にはならないんですよ。そのついでになんかね、これって実はこの間こんな値段やったのに、今はこんな値段だみたいなね、上がったり下がったりのね、そういう勉強するのもね、大好きなんで。で、その時にね、なんか面白い値段とか面白いものがあったらね、買ってきてね、YouTube で動画上げて、実はね、こういう場所に行けばこんなもんがありますよっていうのをね、どん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 紹介していきたいと思いますので、もう夏もそろそろね、ちょっとずつ涼しくなって、以前はね、カードばっかし僕が紹介してたのは、以前もね、トレカの紹介連続でしてたの理由言ってたんですけど、僕んちクーラーがなくてね、フィギュアをね、ちっちゃいこういう小物系を奥にね、段ボールに詰めて、もう置いてしまってるのでね、引っ張り出すのに時間とね、暑さでね、耐えきれなくなっちゃうんですよ、こう出すのにね。ほんで、今回ちょこっとこれは近くにあったのと、今日はね、暑いんですけどね、なんかこう、いつもの暑さと違うくて、ちょっと頑張れるかな、みたいなところでね、ちょっと頑張ったらこういうのがね、いっぱいあるんですよ。これ本当の一部ですよ。今も買ってるんですけど、昔からね、こういうのを買って、たまに僕ね、いろんな人に言ってるんですけど、間違ってたらごめんなさいね。多分ね、こういう感じの大きさのフィギュアはね、僕20年間で、なんか、ほとんどがダブってるんですよ。僕ダブらすのが好きなんで。間違いじゃなかったら、絶対ね、最低6万個あります。それ絶対自信あるんですよ。6万個あります。ほんで、ひょっとしたら10万個。で、ゲームは、本体とか、なんかこういういろんなね、細かいものを入れると、ゲームは、2万は最低ありますわ。そのゲームと、そのコントローラーとか本体とか入れて、ね、それも全部ダブってるんですよ。わざとダブらしてるんですよ。なんかね、僕ダブらすの好きなのと、ま、こういうのやめときますね。話がなくな、長なっちゃうので。とにかくね、ちょっとずつちょっとずつ、こうやって涼しくなってね、動きやすくなったらね、奥からね、どんどん引っ張り出して、トレカのね、紹介もいいんですけど、どっちかといえば僕ね、トレカも最近好きになったんですけど、ね、本当はこっちのね、フィギュア系の方が好きなんでね、こっちの方をね、どん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 強化していきたいと思います。でね、またあと、残り2つあるんですけどね、そちらの方も紹介していきたいと思いますので、マリオをね、ぜひね、このまま続けてみてください。これはね、ちょっと一回切らしていただきます。